このチームレースはですね、3人の選手が1組になって、挑むレースですけれども、今回9チームエントリーをしてくれました。まずは地元青森県の白神カヌークラブです。須藤海選手、西澤雄生選手、矢沢和樹選手の、3人がチームを組みました。先頭、先頭が矢沢和樹選手、そして2番手が須藤海選手、最後に、西澤選手ですかね。その順番で船を進めています。まあ、一人でも脱艇することがあると失格になってしまうんですけれども、脱艇してしまうと、あの船から離れてしまうと失格になってしまいます。そして1人目と3人目のですね、ゴールをする間隔が15秒以上空いてしまうとペナルティー50ポイントが加算されるということになります。まあ、これはあのチームの作戦ですけれども、1番手がとにかくいち早く脇の振らず下ってゴール前で待つというチームもあれば、順番にですね間隔を詰めながら、ペースを合わせてゴールまで進んでいくというチームも出てくるかと思います。さあ、この白神カヌークラブチームは1番手を、矢沢和樹選手が務めています。今もう19番のアップゲートまで船は進めておりまして、3番手の西澤選手が今16番ゲート付近に、いますね。そしてこのチームレースは2分間隔で、次のチームが発展するというような、形になります。もう間もなく、発展時刻を迎えるのがですね、スカイチーム、こちらは千葉県の永石裕太選手、同じく千葉県の田中俊介選手、東京都の内田佳穂選手という男女混合のチームになっています。さあ、今白神カヌークラブがフィニッシュとなったようです。15秒の間隔も空けることなくペナルティーは大丈夫そうですね。最後のこの1番手と3番手がゴールする間隔15秒以上空いてしまうと大きなペナルティがつくというのを忘れてしまうと結果に大きく響きますので注意したいところです。さあ、スカイチームトップを行きますのが内田佳穂選手です。そしてその後に永石裕太選手、そして最後に田中俊介選手が進んでいます。いいですね、ここまでは素晴らしく美しい形で、チームワークを見せてくれているスカイチームです。ちょっとチームレースはですね、ペナルティの計算もありますので、すぐ結果をお伝えすることがなかなか難しいかもしれませんけれども、速報上がってきたものをお伝えしていきたいと思います。ちょっとまだ最初の白神カヌークラブのフィニッシュタイムが出ておりませんので比べることができないんですけれども、もうすでに次のチームが発展の準備を進めています。アミーガ JC2 というチーム名で、埼玉県の新田美空選手、同じく埼玉県の藤田芽生選手、千葉県の田中花音選手がチームを組みました。さあ、今発定時刻を迎えました。ただスカイチームが今最終走者がまだ10番ゲート付近、ここでタイムが確実に120秒を上回っているであろうと予想されます。今スカイチームがフィニッシュとなりました。アミーガ JC2 チーム、ジュニアチームです。トップを行くのが田中花音選手です。ビブナンバー28番。おっと、カコンと大きな音が聞こえました。さあ、2番手は新田美空選手、そして最後に藤田芽生選手が上がっていきます。
3チーム目、アミーガ JC2 チーム。アミーガ JC2 チーム、今最初の選手が16番を通過したところ、そして2番手が14番を通過、ちょっと最初の1人が離れたか。19番ゲートにアップゲートが設定されてますので、この辺りで、後続の選手を待つことができます。さあ、とちおとめ25チーム、こちらは栃木県の後藤小夜選手、そして同じく栃木県富澤来美選手、大分県の越智真澄選手、この3名がチームを組みました。とちおとめ25、栃木県選手がね2名入ってます。とちおとめ分かりやすいですけども、25はどこから来たんでしょうね。25歳、いや平均年齢ももうちょっと若いですね。もうちょっと若いですね。後藤選手が平均年齢を下げてますからね。トップは越智真澄選手、そして2番手に後藤小夜選手、最後富澤来美選手がカナディアンチームですね。久留美選手、越智真澄選手のチームレース、今先頭は19番ゲートに向かっているところ、最終走者は15番ゲート付近です。ちょっと順番が入れ替わりましたかね。久留美選手が先を行ったのかな、でもちょっと通過してないゲートもあったような気がいたします。また後藤さん先に行かせて組み上がろうという感じでしょうかね。さあ、そして上からはですね、マサトーテック州チーム。ああ、なるほど、考えましたね。福島県の関根雅人選手が最初メンバーとして入ってました。ここがちょっとメンバー交代ありまして、佐藤幸太郎選手が入ったんですけれども、神奈川県の斉藤修太選手と斉藤哲平選手、この3人の組み合わせでマサトテッツ州といううまいネーミングだったんですけれども、メンバー変更がありまして、関根雅人選手に代わり佐藤幸太郎選手が入っています。何してもダメな僕だけど君だけはフルサロン。トップを行くのは斉藤哲平選手、そしてそれを追いかけるのが斉藤修太選手、そして最終走者は佐藤幸太郎選手です。チームレースのちょっとタイムを全くお伝えできていないのですが、これはタイムだけでも出ませんかね。ペナルティーはどっちしても、さあ今最初の走者がフィニッシュして、今最終走者もフィニッシュいたしました。マサトーテック州。さあ、そして次に
登場いたしますのはブルーインパルスチーム、埼玉県の新田美奈子選手、東京都の加納壮太選手、千葉県の小田製作選手の3人です。なんとなく正藤哲手が今のところタイムでは勝っているような印象があります。さあ、このブルーインパルスチームはトップバッターが高田圭作選手、そして真ん中が新田美奈子選手、そして最終走者が加納壮太選手です。ブルーインパルスチーム、各チームともやはりこの13番ゲート以降ですね、後半に入ってからはもう第一走者が後ろを構わず、まあ、ダウンゲートが続きますのでね、とにかく込み下るというようなレース展開になっています。ちょっと後半はゲートが揺れていますでしょうか。新田美奈子選手、加納壮太選手、高田製作選手のブルーインパルスチーム、トップバッターの選手がちょっと今時間調整をしましたけれども、最終走者が今フィニッシュとなります。さあ、ブルーインパルスチーム、さあ次のチーム、チーム154センチ、長瀬桃香選手、小野沢美音選手、そして吉川さつき選手に代わりまして吉田拓選手が入りました。チーム154センチでは決してなくなったチーム154センチなんですけれども、トップバッターが長瀬桃香選手ですね。2番手に小野沢美音選手、そして最後吉田拓選手が追いかけます。足を引っ張らないように頑張りますと言ってましたけれども、うまいですねやっぱりね。さあ、トップバッターは長瀬桃香選手です。チームワークもよく、今のところ好感覚を保ちながら攻めを進めています。さあ、ここから後半、ここまで来ますともうトップバッターは何も気にせず下っていくというようなのが皆さんの決戦だったようですけれども、このチーム154センチもそうですね、19番ゲートまで長瀬選手一気に込み下って、それについていく形で小野沢美音選手、そしてくらついている吉田拓選手、ここは最後まで綺麗な体勢を築いてフィニッシュということになりました。今のところ肌感だとこのチームがタイム的には一番早いかなと、そんな印象ですけれども、どうですかね。ちょっと全くタイムがわからないのであれですけれども、さあ B 小町チーム、先ほど山慶こと山本慶吾選手がみんなを蹴散らしてやるぜなんて言ってましたけれども、さあ、今川亮太選手、山本健吾選手、中島真奈子選手、今乗りに乗っている松戸の3人が、さあどこまでタイムを伸ばせるんでしょうか。この後はですね、滝口正也選手と三沢小雄太選手、三島優選手がチーム組んだ主役はあくまでも小雄太チームがですね控えてますんでね、まあ、実質この2チームが1位2位を争っていくのかなと、印象ですけれども、さあどうでしょう。今のところスカイチームがですね 142.92 ポイント、 142.92 ポイントで、暫定1位なんですけれども、おっと
3番ゲートでショートゲートが揺れています。ちょっと今13番ゲートを揺れてるゲートに対して佐久間選手が大きなアクションを取りましたけれども、これはペナルティーにつながるのか。さあトップバッターはもうすでに最終ゲートに到達をしています。さあそれを自信深く中島真之選手が今19番ゲートを通過。これはタイムかなり期待できそうです。今3人がフィニッシュを迎えました。 B 小町チーム手元の時計では一番早かったんじゃないかなと、そんな気がいたしますけれども、さあ最終走者になります。主役はあくまでも小雄太チーム、滝口正也選手、三沢小雄太選手、三島優選手、最終チームが発定いたしました。先ほど男子K1を制した三島優選手もチームの一員です。真ん中を漕いでいるのが三島選手ですかね。そして今回の主役三沢小雄太選手がトップバッターで下っております。最終走者は滝口正也選手です。うわ素晴らしいですね。美しい。もちろんタイムも重要なんですけれども、ペナルティーにも気をつけたいところです。タイムはきっと申し分ないチームでしょうけれども、ペナルティーには気をつけたいところです。さあ先ほどフィニッシュした B 小町がですね、相当いい手元の時計ではですね、相当いいタイムでフィニッシュしてますんで、 B 小町か、そしてこの主役はあくまでも小雄太チームか、争いはこの2チームになってくるのではないかと思いますけれども、どっちが早いか。今最終チーム、主役はあくまでも小雄太チームが